バレンタインデーあるある。もらえない。基本的にもらえません。僕らは。もらえない気持ちがね、顔に出てます。今僕は。バレンタインデーあるある。もらいたい。もらえないんだけど、いつももらいたいってね、気持ちが強いんですよ。ほんまに。ワクワクしてますから。2月14日になると、もしかして、僕のこと一目惚れして、このタイミングで告白してきて、チョコを持ってくるんじゃないかなってね、思ってるんでしょ。バレンタインデーあるある。買っちゃうんすよ。もらったって聞かれて、もらってないって答えるの恥ずかしいし、買って食べて、もらったことにする。わかるでしょ？買うでしょ？バレンタインデーあるある。忘れる。僕は最終的にこれになります。僕は最終的にこれになります。はい。2月14日。何だったっけ？あ、バレンタインデーだったん？あ、そうだったんや。これがベタでしょ！最終的にはバレンタインデーのこと忘れてるふりするでしょ！チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。今年のバレンタインデーはどうなるかな？いろんな男女、いろんなコメント、たくさん待っております。それではみんな、またね！バレンタインデーあるある！